の疲れはやっぱりね編集されてるからか。ああそうですね、なんかたくさんされてますよね編集を。そうですよね、ちょっと新しいソフトで苦戦してたんで。本当にもう缶詰ですよでもおかげででもそれであの一山、一壁越えたんで、本当にあのちょっとまたもっともっとやっぱり勉強してクオリティ上げていかなと。おしゃれなの作られますよね佐々木さん。そうですか、うん、なんかちょっとやっぱりスタイリッシュさがあの動画にも。本当ですか。はい、ああそうやって言われるとありがたいですね。やっぱちょっとね編集やっぱり少し気使うように撮り方とかもしてるんで、出ますよやっぱりそのセンスとか。いやでもやっぱりまだまだ全然ですよ本当に。これからもっと勉強しないと。でもある程度できるようになってくると楽しいですよね。そうですね、全然わかんないともうやだってなるけど、ソフトの使い方がわかるとね、ちょっと楽しくなりますから、ね。そうですよね、最初も全然もう説明のやつ見ながらやって首引きででなんか、これ画面違うじゃんとか言ってイラ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 しますよね、なんかわかんないとね。なんなんだみたいな、なんでこの画面出てくるで、あとなんかこう本見ながらでもでこうじゃないんだよみたいな、やりたいことが書いてないみたいな。そうそうそう、最後の最後で書き出して失敗するとか。なんか入れたはずなのに出て、あのね、出来上がったら入ってないとかありますよね。あとなんか一番こう、なんか粗いデータ形式とかファイルサイズで出しちゃったりとか、そう、嘘それはダメだ。うわ、すっげーカクカクしてるみたいな。うわしまったみたいな。注意しなきゃですね。そうなんかちょっと気が抜けてるんでしょうね。そう編集終わったみたいな。そう、あの最後の最後ちゃんと設定画面出てくるのに、なんかそれをなんか飛ばしちゃってこう OK しちゃうっていう。ああそっか。うわ画面サイズちっちゃいし、なんかすげえ雑だぞこれみたいな。あはいぞ。ひどい。YouTube アップしてから気づくっていう。そうだったんですか。なんかすごい黒い枠が増えてるみたいな。うわ。あはいぞ。最高画質で撮ったはずなのに。おかしい。どこでどこの段階で間違えたんですか。最後ちょっと慌てますよね。なんだみたいな。だから一個だけちょっと、もうそれどうにもならなくなっちゃって、元画像を消した後に気づいた。うわ、それ。失敗しながらですよね。そうですね。お詫びの文言を入れときました、ね。まあ見れなくはないと思う。あとやっぱりカメラですね。途中でそう止まんないやつ。そうですね。なんかそのカメラもね、前その途中止まるやつじゃなかったんですけどね。バッテリーはちゃんと今日満タンにしてあるんで、もう機嫌があるんですか。機嫌でも機械っていろいろ分かんないとこありますよね。ちょっと繊細なのか気難しいのか。まああとちょっと湿度とかでちょっと壊れてきてるのか。ね、値段、変に安いの買っちゃっても後悔しますもんね。ちょっと手を動かしていただいてもよろしくお願いします。トークセン初めて、はい、復活もやるようにしたんです。お
か硬いですね。硬いと思いますよね。多分至るとこ硬いです。至るところが。ちょっとなんか入れます。お。痛い。痛い。いや大丈夫ですか。はい。いで止まりました。いで。いい。タは来なかったですか。タは来ないですね。はい。いい。響く、うん、腰ね、ちょっと辛い方はね、こちらのナイトですね。おー、側肩膀が響きますね、うん、じゃあ、いやいやここまで飛ぶのか、はい、あすごいわ。足元がちゃんと映るよ。こっち動き悪い。なんかちょっと不穏な感じがここにはありますね。痛いですか？ゴリゴリしますね。ほう。痛いですか？なんかね、なんだろう、なんだろう、この髪一重感、くすぐったいんだよ。てるっていうのもあるかもしれませんね。確かあるんで。なりましたね、なんかね。